部屋に戻るぞ。部屋に。もうめっちゃ見てるあいつ。はい、どうもこんにちは、こんばんは。ライです。というわけで今回はこちらの里帰り。こちらのゲームやっていきたいと思います。こちら、ホラー注意となっております。苦手な方はご注意ください。まあ、里帰り、久しぶりに帰省した方のお話なのかな。それでは早速始めていきましょう。始める。ちょっとどんな物語なのかもちょっとよくわかってない。これは、以前私が体験した話です。当時働いていた会社での仕事はうまくいかず、心を病んだ私は退職し、実家に帰ってきておりました。その日、父、母は仕事へ出ていたので、家には私一人きりで、引っ越しの整理をしていました。どうやら途中で寝てしまったようです。気づけばもう夕方、片付けの続きを進める気力も湧かず、無性に小さい頃よく遊んだ公園に行ってみたくなったのです。まさか、あんな恐ろしい体験をするなんて、この時はまだ想像すらしておりませんでした。なるほど、退職した方の話になるんですね、今回は。了解しました。じゃあ行きましょう。昼寝してて夜中になってしまったと。そういう感じかな。まあ、片付けしてたら結構疲れるよね。もう相当セミも鳴いてるし、夏って感じかな。美咲ちゃんっていうのか。ああ、寝ちゃってたのか。どれくらい寝ちゃったんだろう。もう夜かな。まあそうだね、夜っぽい感じだよね。オッケー。お、まだ開けれる？何これ。アクション。まだ夕方か。そうか。引っ越しの整理をする気も起きないし、どうしよう。まあまだまだゆっくりしてていいんちゃう？全然。そんなね、すぐ片付けろなんて言われないですし。こっちかな。よいしょ。あ、これで開くのか。オッケー。ちょっと走ることもできるね。お母さんの部屋か、ここは。ここに用事はないと。了解です。こちらはお父さんかな？お父さんの部屋。ここに用事はない。オッケー。ああ、思い出した。仏壇にお供えしといてって言われてるんだった。仏壇か。なるほど。オッケー。じゃあちょっと仏壇のところね、行ってみましょうか。どこだろう。うわあ、なんか田舎って感じ。う、ああいうね、ああいう消防団みたいなのあるよね。わかる。ここ開けんのかな。あ、いた。あ、これか。仏壇。オッケー。ここに、確かこれにご飯を寄せればいいんだよね。炊飯器どこだっけ。炊飯器か。何、なんか持った。あ、なるほど、これにご飯か。オッケー。こっち、あ、いた。よいしょ。どこだこれ全然どっか把握できない。よいしょ。洗面所は用ないと。オッケー。こっちかな。こっちは、あ、回覧板だ。まだ見れないか。オッケー。まあ、とりあえずご飯よそうって言ってたかな。鍵あるけど、あ、これかな。ご飯、ご飯よそう。オッケー。こんな具合でよそってあげて、閉まるな素通りしちゃったけど。よいしょ。こっち開くかな。開かないか。仏壇にご飯をお供えしましょう。これですね。はい、お供えします。オッケー。いつも見回ってくれてありがとうございます。今日は遅れてごめんねと。まだ夕方だし、どうしよう。公園、昔よく遊んだ公園に行ってみたいな。昔よく遊んだ公園か。そうやね。さっきの話的に、そこに行くって話だもんね。ちょっと行ってみましょうか。どの方向に行けばいいんだろう。外に行けばいいのか、とりあえず。なんか鍵とか結構あるけどね。これ持っていけないんか。まあ、とりあえず外出るか。うわぁ、夕方ー。うわぁ、なんか、いい。うわ、物干し竿、いい。あー、なるほどね。これ、あ、家庭菜園もしてんのかな、もしかして。くれー。何ここ。ここはちっとも変わってないな。どこ見ても山だらけ。ごめん、今ビニールシートの方は見ながら歩いてたからわかんねえ。オッケー。どっち行けばいいんだろう。こっちか。どっちやろう。うわー、なんか本当に田舎って感じ。なんか田んぼとかあってね。ちょっとこの狭い感じ、ちょっとこの薄暗い感じ、またいいね。こっち行ける。この先に用事はないかな。あ、ないんだ。オッケー。なんか本当に里帰りしてるみたいな感じになるね。ここは、あ、行けないと。うわー、なんか、あ、すごい、この先用事はない。すごいね。こんなにもう道路はあるのにないんです、この先。これ暗くなったらな、街灯とかあんまないんだろうな、マジで。消防団との施設とか結構あるよな、マジで。こっちの方なのか。ここは誰かんちだね。あ、これじゃない、公園。これっぽいぞ。あー、絶対これだわ。はいはいはい、公園だ。確かに懐かしい。よくここで遊んだな。ここで遊んだか。いいね。なんか遊べる。あ、もう遊べないか。なるほど。
なんかいいよな、こういうとこってなんか今取り壊されたりしてたからさ、こういうコインが残ってるのすごくいいよね。うわこれ、なんか友達とよく遊んだわ、この辺の遊具は。お尻痛くなりながら遊んでたよね。わかる、そうお尻痛いんやこれ。なんか調べられんのか、いろいろ。鉄棒は結局逆上がりできないまま大人になっちゃった。おお、今試してみ、絶対できるって。無理か試したりはしないか。あとはなんか調べられんのかな、調べら、あ、なんか調べれんな。この滑り台ちょっと高すぎて怖いんだよね。ただ今となってはさ、結構低く見えるんだよな、こういうのがな。しかもあんまり滑らないし、滑んないんだ。ちょっとそれしんどいね。こっちはブランコ、あ、遊べる、ブランコ遊ぶのか、いいね。またあの頃に戻りたいな。いや本当に退職して結構辛かったんだろうな。生きてることがこんなにも辛いなんて。仕事も辞めちゃったし、これからどうしよう。いや、いくらでも何とでもなるよ、マジで。もう全部終わらせてしまいたい。はぁ、あ。ん？なんか今音だった？ごめん、何も聞こえんかと。何の音？扉？開いてる扉？どこなんした？小学生の時、あの近くで遊んで、よく怒られたな。ここは、近づいたらダメ。連れて行かれちゃうから。って、ああ、なるほど、そういう地域独特の怪談話みたいなのがあったのかな。あの先どうなってるんだろう。確かに大人になったら今なら気になっていけるかもしれん。ちょっと行ってみようか、そっち。こっちの方か。扉が開いたのか。あ、本当はなんか開いてる。さっきまで行けなかった場所だ。何があるんだろう。何が出る。すごい獣道。獣道っていうか、まあ一応ある程度は舗装されてるけどさ、何も出ない。え、なんか結構奥まで行けるね。なんだ、何の音？なんか今ガサガサって右の方で言ってた。おや？鳥？何？ここ神社かな？神社か。あ、本当なんかあるね。こんなところあったんだ。なんだ？なんか結構壊れかかってる。てか壊れてる？みたいな神社の感じだね。何があるんだろう、これは。調べられるか？うわ、中ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃ？きっと長い間誰も来てないんだ。とはいえどうすることもできるわけじゃないしな。この先何？水か？あー、湖。なるほど。え、何これ、何これ、鏡？鏡？なんでこんなところに鏡が。鏡か。さっきの場所にもしかして戻すやつかな、これは。お、何？ん？え、何あいつ。え、何あのでっかいの。ちょっと待って、何がいる。クマみたいな。あ、あれ、なんかできてる。何え、あれ手消えた。ん、え、どこ行った。あの手のやつも、あのクマみたいなサイズのやつも消えたな。え、どこ行った。マジで割れた。今何かいたよね。いたね。気持ち悪い。帰ろう。そうやな、帰ろう帰ろう帰ろう。この神社とかもう調べらんないのかな。なんかめっちゃ真っ暗になって見えなくなってるし。戻りましょうか。急ぎ急ぎ急いで戻ろう。もう早く。怖い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 。もうクマみたいなやついた、マジで。クマなのかもよくわかんない。なんだったんだあいつ。もう何、次は左から。もう早く家帰ろう。もうなんだかんだ夜になっちゃうから。こんなところ暗い時に行ったらマジで俺発狂するって。もうあと家帰ればいいのか。とりあえずもうほんと暗くなる手前ってのがよくわかる、マジで。こっちはそういえば何もなかったのか。あー、なんかあるな。なんかって行けなくなってるわ。まあ、とりあえず家の中戻るか。家まで戻ればいい？とりあえず。今何をすべきなのかがよくわかってないけど。さあ家帰ってきましたと。もう一回寝ればいいんじゃないか、もう君。帰ってきたよー。ただいまん。この鍵はなんか使いそうだと思うな。そうだ、回覧板を回さなきゃいけないんだった。回覧板どこだっけ？さっき見たよね、確か。どこだっけ？こっち？だか隣か。こっちはね。こっちの部屋のこれですね。取って、よし。どこに回すんだろう。よいしょ。うわ、くれー。うわ、もう真っ暗じゃん。明日にしようよ、こういう時はもう。これどこに持っていけばいいんだろう。わかんねえだろう。これって公園の向かいにある家かな。あー、そこか。ポストあったにすればね。ポストに入れておけばいいよね。オッケー、じゃあそこまで行くわ。いやー、ちょっと田舎のさ、
こういうところのさ、蛍光灯っていうの、街灯か、街灯の量っていうさ、舐めたらあかんよ、マジで。暗すぎて何も見えんもん。消防団のところがめちゃくちゃ怖い。もう早く、パッて行って、パッて返そう。これ何？誰かいるやん、絶対もう。最悪。さあ、もうこの家だな。この家のポストに入れればいいんだよな。はいはい、入れますよ、僕。これかな？回覧板届けましょう。はい、届けました。はい、入れといたかんね。これでよし。さあ、帰ろ。帰ろ、帰ろ。もうちゃっちゃと帰ろ。早く、怖いから。でもなんもないのも怖いけど。なんかあるかな？あれ待って。ん？子供？ん？なんか、子供いるな。君、何してんの？え？何してんの、君。さっきいなかったよな、この子。こんにちは。話しかけようか。ねえ、大丈夫？どうしたの？ヒコ？あ、ヒコって言うの、君。飛行機が、木に引っかかっちゃった。あ、飛行機のヒコか。なるほど。ごめんね。そっか。それで泣いてるんだ。飛行機が引っかかった。家の物置に、長い棒があったはず。わかった。お姉ちゃんが取ってあげる。ちょっと待っててね。飛行機。あれか。あれは届かんな。あれ、逆にどうやってそこに投げたの？ああ、そういうタイプの飛行機か。あれか。手じゃ届かない。やっぱり棒か何かが必要だな。オッケー、棒持ってくるわ、じゃん。ちょっと待ってろ、少年。なんていうのか名前知らんけど。てか、こんな時間になって紙飛行機飛ばし始めて結構だな。長い棒なんて家にあったっけな？物置とかか？長い棒か。倉庫の方って。あ、あれかな？裏手。これじゃない？まずそういえばこっちの方行ったことなかったのに。これかな？あ、物置だ、これ。開かない。鍵上がってる。あ、物置の鍵、どこだっけ？あ、やっぱ鍵必要か。あれだ、じゃあ絶対。あれ、車の鍵じゃなかったんか？物置の鍵か。これやね。はい。取りまして、すごい構え方するね。ガトツでもすんか。よし、これをガトツで刺しますと。よし、開けよう。開けて、あ、棒だね、これが。オッケー。少年待て、少年待ってろ、今すぐ持ってきてやるから。いや、なんともね、この歩いてる間のさ、この不穏な感じがすごいまたいいね。もう木の棒すらこいつはガトツの構えで持ってるし。さあ少年、取ってきてやったぞ。さあ飛行機取れたと。よし、取れた。ほい、少年。少年。少年。よし、返してあげよう。返してあげようで、はいか、いいがんの。かわいさすぎ。はい、返します。はい、これ、どうぞ。飛行機取れたよ。おう、どうした？ありがとう、お姉ちゃん。うん、今度はなくせよ。ん？ねえ。後ろのそれ、何？後ろ？何？後ろ？なんかいんの？え？ん？何あれ？なんかいるのは見えるけど、待って、なんか、キュッ！あれ？誰もいない。え、待って、子供どこ行ったん？もう帰ろう。え？さっき絶対あの湖で見た怪物やん。なんだったんだあいつ。何かに襲われてんのわかるけど、何もわかんない。家帰ってどうすんだろう、あとは。仏壇を備え終わったっち、家の片付けとかか？ただいまーん。部屋戻ればいいかな、とりあえず。電話？消えた。電話鳴ってる。何の音？こっちだっけ？どっちだっけ？ああ、あ、違うか。はいはい、今出ます。誰から電話？もしもし。はい、もしもし。ねえ、あんた、ちょっと大丈夫なの？え、何？何もしなくね？あ、お母さん、どうしたの？さっき、先生から電話があったのよ。美咲ちゃんが危ないって。先生、誰だ？先生って確か、私が厄年の時にいろいろお世話になった占い師さんだよね。ああ、厄年の時にか。それで、あんた、隣に誰かいるの？え？え？誰？誰もいないよ、俺。何？停電した。隣？隣？誰かいる？誰かいる？え？え？ねえ、もしもし？もしもし？聞こえてる？今、変なものが見えて。母さん、私。よく聞いて。今すぐ塩を探して、四角形になるように巻いて。今夜そこから出ないで。え、何何？
先生から聞いたの。結界の作り方。そんなに強くないけど、朝までくらいは時間稼げるだろうって。俺どんなもんに狙われてんだ。そんな、辛いよね。怖いよね。ごめんね。本当にごめんね。お母さんも今から帰って、明け方にはそっちに着くから、一緒にお祓い行こう。ね。お母さん明け方にしか来ないのか。うわー、辛い。わかった。気をしっかり持つのよ。うん。何？塩。塩探さなきゃ。それの塩探しか。多分こっちの、どっかにあるよな。さすがに。どこにある？塩、塩、塩、塩。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 どこにあるんだ？あ、なんかな、引き出しを開ける。これか。あった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 。これやね。部屋に戻ろう。よし。でもさっき通り道にいたけどな、あいつ大丈夫？部屋に戻るぞ。部屋に。もうめっちゃ見てる、あいつ。やばい。早く早く。もう塩をもろう。部屋で。上にはいない？上にいそう。誰も出てくんだ、誰も出てくんだ。マジで怖い。開けて、よし、塩もろぞ。よし。よしよしよし。こんな感じでいいのかな。これでもう塩をまいて、もう結界作れてんの、これ本当に大丈夫かな。扇風機かけててなんかその塩まかれたりしない、大丈夫かな。本当に大丈夫、何も来ない。とりあえず座ってもう今日はそこで耐えよう。うん。いや、ノックしてきてる。やばい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 。どっち、窓。うわ、窓に手が。開けてきた。誰、一旦見ないでこうぜ。うわ、歩いてきてんの。え、でも結界作ってるから大丈夫だよね。俺いいよね、いいよね、大丈夫だよ。俺生きてるよね。来てる、来てる。どこまで来てる。近い近い近い。ごめん、なんて言ったの。うわ、後ろ。私は部屋で気を失っていたそうです。私が目が覚めた時には母の運転する車の後部座席でした。その時の母の声は今でもよく覚えています。もう大丈夫だからね。お祓いのため先生の家に到着した頃にはもう日が昇っていました。あ、大丈夫そうや。ほんまによかったわ。きっとご先祖様とその子が守ってくれたんよね。その子って誰のことだ。翌日、私は母からあの神社で行方不明になった少年の話を聞きました。その事件の後、誰も入れないよう山道は封鎖されていたそうです。私はあれ以来、公園には近づいていません。あの日、私が見たものは一体何だったのでしょうか。終わり。うおー、めっちゃ怖え。あ、トランポ様、ありがとうございます。はい、というわけで今回こちらの里帰り、こちらのゲームやってきました。日本の風習のなんかゾゾってする部分をめちゃくちゃ入れ込んだみたいな、そんなゲームでしたね。いや、なんかほんとこういうゲームがなんか一番怖いと思う。なんかというわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。